はい、皆さんこんにちは、ワネリングルフィッシュです。信長の野望創造戦国武士で上杉憲政、一人ぼっちの関東管理物語、続きをやっていきたいと思います。まあ、一人ぼっちで始めたもののですね、史上一つ武将一人ということで始めたこの上杉憲政でのプレーもですね、すでにもう大大名になり上がっていまして、もうね一人ぼっちではないという状況です。でですね、前回まで、にすでに東北を制覇、欧州を制覇ということで、伊達家を滅ぼしてですね、次北条にするのか、戦う相手をですね北条にするのか、それとも長尾にするのかというのをですね、いろいろと考えていたわけなんですが、今この上杉家、上杉憲政家ですね、山の内上杉家の中核を成しているのはやっぱり武田の旧臣たちなんですね。で、武田といえばやっぱりその謙信、上杉謙信と幾度となく川中島で、戦った因縁の中ということもあるので、ここはね北条とは婚姻同盟もあるので、北条とは結んだまま長尾に宣戦布告をして、今回はね長尾といよいよ対決姿勢を鮮明にしていければいいのかなというふうに思ってます。ですので早速外交で長尾に対して同盟の破棄を伝えましょう。史実だとね、この謙信長尾家に頼るこの憲政なんですが、今回はこちらから同盟破棄を申し入れるっていうね、そういう状況になりました。表情を始めましょう。報告いたします。収支はこのようになっております。で、今宣戦布告をしたので、このタイミングで、軍団を作って、軍団に対して攻略目標をそれぞれ与えていきましょう。で、切り取り自由にはしておきましょう。切り取り自由にしておいた方がよりやる気が出るでしょう。ということで、割と頑張ってもらうために切り取り自由で長尾攻めをやってもらいます。で、さらに軍団をねどんどん作っていきたいなと思うんですが、ちょっと待ってね、軍団を今間違えたかな、もしかして軍団を1個解散させましょう。最上義明軍団を解散させて、新設、あ、そうか、さっき勝手に軍団作ったんだな、太田が、いや南部がって言った方がいいのかな。で、今はこの最上義明軍団に対して切り取り自由でこの辺り一帯の攻略を命じましょう。で、南部は南部として切り取り自由で城攻めをしてもらいますというところですね。越後、この辺りを切り取り自由で攻略してもらいましょう。で、まあこのね、もう東北の軍団に関してはもうお任せするっていうね感じになっちゃうのかなと思うんですが、一応ここはここで軍団を作っておいて、攻略目標を信濃、甲斐、この辺り一帯を攻略してもらいましょう。さあ、これであとは軍団に任せつつ、いかに攻略してくれるかっていうのをちょっと見届けながら行きましょう。早速戦闘が始まってるな。ここで毛利元就が亡くなりましたね。表情を始めましょう。報告いたします。収支はこのようになっております。報告いたします。
今直轄として残っているのがこの平井城。ここは範政が自身が治めていて、箕輪城には信玄を入れているので、この平井、箕輪、ここはね、決戦兵力として残しておきたいなと思うので、やはり、この軍団たちに攻略は任せましょう。我が戦、お見せしましょう。敵将、仕留めたり。国力差でいうと長尾と上杉は、まあ、ほぼ互角、やや長尾の方が優勢かなというところはあるんですが、もう今や武将の質、量ともに長尾を凌駕するという状態ですね。まあ、ここ上杉家になってますけど、まあ、長尾から上杉に変わってますね。ややこしいんで、旧長尾家のところはそのまま謙信と呼びますね。で、謙信の方は拠点38で武将が136、総兵数が30万。一方範政の方ですね、拠点46、武将180、兵数が28万です。で、もう一つの大大名北条は拠点30、武将90、兵数38万ということで、やっぱりね、兵数だけで見ると関東を抑えている北条が一番大きいかなと。ただし、拠点数や武将数で言うと、上杉範政が一番秀でているので、まあ、伸びしろが一番逆に言うとあるのかなというところでね、今回上杉攻め、長尾攻め、謙信攻めをやっていっているというところですね。この黒川城一帯は、抑えてくれるんじゃないかなと思うので。敵を追い詰めます。敵将、捕らえたり。敵将、捕獲したぞ。今押さえたのが切り取り自由で南部に取らせた城一つ。ここに兵数がどれくらい入っているかですね。金銭収入も1001、まあ、そこそこの規模の大きさですね。だったらこの柴田城はそのまま安田城の攻略拠点にもなると思うので、そのまま切り取り自由にそもそもしてあげてますからね。で、猪苗代、黒川、会津新神宮、この辺りがちょっとなかなか苦戦しているかなという状況ですね。こういうところに対しては積極的に決戦兵力として蓄えている範政の本体を送っていきましょう。あ、ただな、秋山隊が坂戸城の攻略に出たいって言ってたな。今まさに坂戸城に攻略隊が向かってるけど、坂戸城の方に、そしたら箕輪城の兵力、その数1万、これに信玄、信繁、まあ川中島の戦いがなかったので武田信繁健在という状況ですからね。このまま兵数、さすがにちょっと19,000そのまま出すのはもったいない気もするけど、出していきましょう。三畑立てなしもご商覧あれ。これを坂戸城に派遣していきましょう。ここは貴様らの地獄。で、安田城も落としたと。北陸戦線をかなり有利に進んでますね。味方が討ち死にしました。出陣するぞ。逆に黒川城近辺はかなり苦戦している、そんな情勢かな。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。出陣の要請をかけて猪苗代を落としに行きますか。出陣する。兵糧が足りないとかそういうことがないんであれば、もうここは一気に飲み込んだ方がいいかなと思うんですよね。敵も長級なので兵力の回復が早いですからね。
会津神宮方面で戦闘中か。僕ちょっとここはね各軍団に任せているので個別に壊滅しそうな兵を引き上げたりとかっていうのは基本的にはしないですが、まあ、信玄に関してはね、動かしていこうかなと思います。長尾正景と信玄が激突中か。さすがに長尾正景強いな。出陣するぞ。お味方が捕らえられました。でここであまりと戦う気力はないので信玄は一旦騎乗させましょう。坂戸城は諦めよう。出るとするか。敵将捕らえたり。腕が鳴るぜ。ここは古賀足利家も頑張ってくれてるね。敵将捕らえたり。ご命令を下され。報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。出るぞ。必ずや勝つ。よし、猪苗代を落としたら一気に黒川、会津神宮、この辺りも手に落とすことができそうだな。だいぶ戦局が有利に進みそうですね。出陣するぞ。ご命令を報告いたします。収支はこのようになっております。報告いたします。そしたら我々は悠々自適というわけではないですが、しっかりと城を拡張して来たるべき信濃決戦に備えましょう。あと立てられる、そしたら鉄砲主官を立てておきますか。そうですね、やっぱり信濃、越後、この辺りが決戦する時の一番の要衝になりそうですね。まあ今考えている攻略戦としては、まあ、長尾、まあ、今の謙信を平らげてですね、そのまま越後、越中、加賀、越前と攻略を進めて北近江から一気に京都を目指す、上洛を目指す、そういう進行作戦をね考えてますんで、このまま一気に攻め滅ぼしていきましょう。でそのために若干邪魔臭くなってくるのがいくつかあるんですが、この猪苗代に関しては地業として与えていきましょう。ここは最上義明にちゃんとじゃないな、まあ、猪苗代城を与えていきましょう。ちょっと操作がうまくいかなかったかな。会津神宮を落としましたね。で逆に今この古賀足利家がピンチになってるんだな。であれば大至急出陣をさせていった方がいいんだけどな。この与坂城、土地王城であってるかな読み方、この辺りに攻撃隊を送っといて置きましょう。それが古賀足利家を助けることにもなるんじゃないかなと思うので。出陣します。ただ兵力に十分に余裕があるところっていうのは実はあまりなかったりするので、まあ、ここはあくまでも古賀足利家、北条に従属している古賀足利家を助けるために兵を出していきましょう。ご命令を報告いたします。報告いたします。収支はこのようになっております。報告いたします。あれ切り取り自由にしたはずだけど
切り取り自由にもしかしてなってなかったかな。そうですね、目的は達成したかなというところですが、このまま与坂城がなんか攻略できそうな、そんな感じがあるんで、与坂城に兵を送っていきましょう。お任せください。これで黒川も落ちたか。で、そうこうしてるうちに先ほど信玄出兵しましたけど、信玄の箕輪城がだいぶ軽くなってるじゃないかなと思うので、そこはそことして回復を図っていきましょう。よし、与坂城を予定通り落とすことができましたね。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。ただ依然それでもやっぱり長尾家圧倒的なので、じわりじわりと北から攻めていきましょう。ここで氏康が死んで氏政が当主に新しくなりましたというところのニュースですね。表情を始めましょう。収支はこのようになっております。与坂城に攻めてくるのかどうかが気になるなと思ったら、やっぱり与坂城に攻めてきたか。誰かが領内に迫っているというナレーションが出たけど、どこに敵が出てきているのかがわからないな。小諸城とかこの辺りから出てきている兵かな。特に動く気配はとはいえないですね。小諸城に関しては、小諸城じゃない、小諸城ですね。となると与坂城が危ないのかな。そしたら与坂城を守るために安田城あたりから小十郎ですね、柴田城からも実本、このあたりを派遣してなんとか与坂城は守りましょう。せっかく取った城ですからね。与えたくない、奪われたくないといえば奪われたくない。報告いたします。で、軍団の方には新たに攻撃目標を決めます。与坂城が危ないね。間に合ってくれればいいけど。ご命令を報告いたします。収支はこのようになっております。報告いたします。
我が領内に敵が迫っております。与坂城が結構な小規模戦闘ではない規模の戦いが起きてますね。報告いたします。収支はこのようになっております。報告いたします。我が王の城包囲されました。与坂城結構必死に取り返しに来るな。長尾の方も与坂城はとなればなおのこと渡したくない。ご命令を報告いたします。収支はこのようになっております。下月祭が5500かで敵方が4000に2000合計7000、これだと落とされる可能性があるものの、援軍として馬場信春隊6600が来ているので、この馬場信春隊が来れば守りきれるでしょうというところですね。いやー、敵方は与坂城にかなりこだわってるな。となれば味方としては与坂城は絶対に渡したくないので、信玄を出していきましょう。風のごとく速やかに動け。与坂城にチョーク信玄を送っていきましょう。表情を始めましょう。報告いたしますぞ。このままだと与坂城が取られそうな感じなんだよな。かなりの大軍勢で攻めてきてますよね、敵方も。ただ逆に言うとかなり消耗はしてるはずなので、兵力が回復しつつある最上隊の方を攻めさせましょう。日本松城とかね、兵数1万超えてますからね。こういった兵力に余力のあるところからは兵を出していきましょう。ロシア自身も出していきます。まあ、こんなところかな。まずはあんまり張り切って兵を出しすぎるとちょっとね、自分で出陣させた兵を自分で動かすの結構大変になるので、5部隊自分で出しましょう。信玄を合わせて6部隊、これで与坂城近辺の撹乱と与坂城の防衛戦展開していきます。この土地の城はどうなんだろう。取ってしまえば与坂城の防衛もしやすくなるのかな。我が王の城包囲されました。出陣するぞ。敵が我が領内に向かっております。城が取り囲まれました。出され報告いたします。与坂城は剣士もかなりこだわってるな。で、正幸が与坂城にさらに来ると、正幸は今上杉にいるんだな。で、今とはいえ与坂城の攻防戦だいぶこちらに有利に進んでいる感じかな。与坂城から敵兵が引いていきますね。養生を始めましょう。これで与坂城を我が物にできれば一気に信玄攻略が進みますね。我が軍団に敵はおらぬ。取り囲み止まれ。そしたら柏崎城の攻略に入っていきましょうか。いやいや、ここは先に北条城かな。古賀足利家はね、この北条城を失ってますからね。お命令を下され報告いたしますぞ。報告いたします。大激戦の与坂城の攻防戦をなんとか勝利できたので、今のうちだ。で、土地王城も取ったと。加勢します。であれば柏崎城は
北条が取り返した形かな。まあ厳密に言うとその従属していた古賀足利家のものだったはずですが、古賀足利家は北条に従属していたっていうことを考えると、まあ元鞘っていうのかな、元の鞘に収まった感じはしますよね。では坂戸城の攻防戦を開始していくと同時に北条城も取りに行きましょう。これも乱世の定め、出陣するぞ。我が軍団に敵はおらぬ。で先ほど出兵させていた栃尾城の攻撃隊はほぼ無傷で残っているので、これを松代城に向かわせましょう。かしこまりました。松代城は松代藩があったところなんでしょうね、きっと。松代藩といえば信行、真田信行の藩で合ってるかな。松代城を攻略しましょう。もう真田丸も本当に終わりで、ちょっとね寂しくなりますけど、ただ来年も大河ドラマがね、戦国時代ということで、それは嬉しいですよね。謙信じゃない、信玄の部隊まだ8800残ってますね。このまま信玄で北条城を攻めましょう。まあ、残り少ない真田丸、そのうち1回報告いたしますぞ。先月の次の真田丸はタイでね見ようかなと思ってるんで、一応あのタイの方でも NHK は入るんで、そこは NHK をその時間だけ夜とはいえホテルにこもって真田丸を優先してみようかなと思ってます。で時差が2時間あるので、真田丸が始まる時間がね6時なんで、まあちょっと遊びに出るには早いといえば早いんですよね。確かに。お味方が捕らえられました。さあ順調に進んでる越後侵攻作戦ですが、この越後侵攻作戦でちょっと足止めを食らってる時間が長そうだな。兵の兵糧がちょっと心配になってきたな。一旦兵糧を回復しに栃尾城、与坂城を使いましょう。この辺りの部隊がちょっと孤立しちゃうんだな。早く兵を戻してあげないと。お、ただ坂戸城が落ちたか。坂戸城を落とせたんだったら坂戸城の部隊を戻しましょう。でこれで北条城攻めをしすれば東西から挟み撃ちができる。で兵糧を補充したら再び北条攻めを、北条攻めって言うとおかしいですね、北条城攻めをしていきましょう。で承知いたしました。下げさえもちょっと兵力がないので下げましょう。待機せよ。いきます。命令を下され報告いたしますぞ。先月の収支です。ここまでかなり順調に来てるので、ここからさらにどう攻めるかっていうところで、ちょっとね長くはなってきましたが、北条城攻めの顛末を見届けて今回終わりにしていきましょう。かしこまった。ですのでもうちょっとだけお付き合いお願いします。加勢いたす。助立ちいたす。包囲します。いやー、この北条城攻めもかなり大規模な戦闘になってるな。
拠点情報を見ておくと、北条城の天守は館、うーん、対方位 D、 用地は7あるのか。それでもどうしようかな、このまま方位戦で進めていった方がいいかな。そうなるとこちらは兵糧をね、先ほど補充したばかりといえば補充したばかりの部隊が揃っているので、まだ戦闘は続けられるかな。坂東城に攻撃隊が向かっているわけだな。まあ、確かに坂東城は今のところ孤立している城ではありますからね。松代城が取れれば、ただその孤立からも脱却できるはずなので、北条、松代、この辺りを早く落とすのが坂東城を防衛するために重要ですね。お味方が捕らえられました。お助けいたします。助立ちいたす。お味方、そろそろ兵糧が大高光忠か討ち死にか、画面右下で出てますね。大高光忠が討ち死に、北条城攻めが思いのほか苦戦するな。で、馬場信春も松代城を攻めてますけど、後ろから攻められて兵数を減らしてますね。ここで兵を引くのもバカバカしいしな。ちょっとここは一回一合戦しましょう。進め。かかれ。まあ、信玄の圧倒的な攻撃、見切れまい。これで決める。今終わりだ。武田に勝てると思っておるのか。兵力的には今味方が15,000、守備兵が5,000というところなので、ジョン下して入り込めれば圧倒的に有利に戦えますね。かつこちらは優勝揃いというか、全て将兵を武田の武将で固められているな。オブ兄弟に武田信玄信重兄弟、まあ、初めから城攻め合戦でしといた方が、少なくともこの北条城に関しては早かったんじゃないか説がありますね。これだと影勝がいたな今。よし、決まったな。北条城はもらった。この城、これより我らの。さあ、越後侵攻作戦もかなり順調に進んでますね。そしたら信玄の部隊をそのまま松代城の攻略隊に当てていきましょう。というところで、先ほどお話した通り、ちょっとね、時間が長くなってまいりましたので、その松代城攻めは次回お届けするとして、今回長尾、まあ、今の謙信との回戦をお届けしました。次回も引き続き謙信と戦っていきたいなと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。